んばんは、岩田敦です。今日ご紹介させていただきたい本はですね、この本ですね、常井健一さんの書かれた無敗の男ということで、これはですね、中村喜四郎という政治家についての本格的な評伝となっています。中村喜四郎といって今パッと思い浮かぶ人はちょっと少ないかもしれないですね。で、中村喜四郎っていう政治家はですね、自民党の中のエースとして出てきたんですけれども、途中でですね、汚職事件 になってですね、で失脚したんですけれども、その後もですね、選挙ではずっと勝ち続けているという変わった政治家なんです。だから今は自民党じゃないんですけれども、最初は自民党のエースだったんですよね。で、私もこの人のことを私が知ってたのは、高校生だったか大学生だったか、高校生かな、新聞でこの中村喜四郎っていうのちょっとだけ書いてあったんですね。で、その中にこの人はいつももうバイクに乗って、いろんなところをもうくまなくですね、選挙区を回るんだというのを書いてあって、すごい政治家もいるんだなというふうに思ったことを覚えてます。で、ただこの人はですね、マスコミにほとんどというか一切ですね、自分で話さないので、何を考えているのかとかですね、そういったことが表に出てこない政治家で、まあ、ある意味謎の政治家だったわけですね。で、その謎の政治家の秘密に迫ったのがこの本で、この本相当面白いです。で、私がね、面白いなと思ったのはいろいろあったんですけれども、やっぱりね、選挙のやり方が面白いなというふうに思いました。この棋友会っていうのがあるんですけれども、なんか棋友の会、棋友会ですね。これがまずすごい。あ、そうだ、その前にですね、凄さで言うならば、まず中村喜四郎というこの人はですね、お父さんが中村喜四郎だったんですけれども、参議院だったんですね。で、その自分のお父さんの名前をそのまま自分の名前にしたというんですね。で、私はこれ中村家のルールなのかなというふうに思ってたんですけど、そうではなくて、選挙に勝つために一番使えるものは何でも使うということで、この中村喜四郎だったら、死んだんじゃないの、あれどうしたの、まだ生きてたのと話題になるということから、これ使ったというわけですね。で、さらに面白いのが棋友会、先ほど申し上げた棋友会なんですけれども、棋友会っていうのは選挙の講演会なんですけど、講演会っていうと普通ですね、特に自民党系のだと、なんかどっかの地元の名士がいて、その人を会長さんに立てて、で、まあ、なんか、そのなんていうんですか、建築業者とか業界団体のですね、会社のなんかお偉いさんがいろいろ来て、で、丸が替えで選挙をやっていくと、まあ、こういうことをイメージする人多いと思うんですね。特に昭和の時代なんですからね。で、そうすると全然違うんですよ。この棋友会っていうのは逆に人の上に人を作らないで、全員フラットな形でやっていくということで、しかもその一個一個の単位がすごいちっちゃいそうなんですね。で、その全貌を知ってるのは秘書の中にも誰もいなくて、本人しか知らないと。秘書にもですね、自分の担当部署を、回れというふうには言うけれども、全体は教えないということで、全体を常に把握しているのはこの中村喜四郎さん一人だけだったと。まあ、これがね、すごい。で、それを全部頭の中に入れてるというんですね。で、もっとびっくりしたのは、秘書は何人かいるんですけど、一人を国会に置いて、あとは全部地元に張り付かせて、で、地元のですね、その自分の担当とする、区のですね、くまなく回らせて、いろんなところでお話、をして、あるいは、こんな人が来たとか、そういったことをですね、全部、その日のうちに本人に報告しなくちゃいけないっていうんですね。で、5人、秘書がいて、5人が1人1時間ずつ報告するっていうんですよね。で、ということは5時間でしょ。5時間秘書の報告聞き続けるっていうのは、これ相当なことなんですけど、だからもうなんか私はこれね、選挙の鬼っていう感じがしましたね。で、いろんな考え方あると思うんですね。選挙ばっかりやってるやつは政治家だという考え方もあって、それはそれで一つの考え方だと思うんですけれども、この中村さんというのはですね、逆に選挙が全てだというふうに考えてるんですよね。政治家の原点は選挙運動ですよ。勝った瞬間から選挙運動をやり続けて、プラスアルファの時間で国会で仕事をすると。まあ、これがね、本当にいいやり方なのか悪いやり方なのかは分かりませんけれども、このやり方で来て、無敗の男であり続けているということで、これはまあ、一つの政治家、戦後政治をですね、考える上で非常に参考になる本が出版されたんじゃないかなと思って、心から歓迎したいと思います。ぜひですね、これちょっと厚く見えますけど、結構簡単にサクサク読んでいきますので、文章もすごい上手いですよ、この方の。なんていうのかな、こう
文章力があるっていうのをすごく感じましたね。これ面白い本なのでぜひお読みいただけたらと思います。今後もこの番組続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。